雲の中の通勤者アトラス彗星を見るマジックはこの方法です。こんにちは、すみやです。今日は通勤者アトラス彗星を雲の中で撮るマジックについてです。昨日ね、マンションの上の方から通勤者アトラス彗星が見えてきました。そしてね、神社の屋根に沈んでいくんですけれども、でそのかなり高い位置にね、もう彗星は見えてきますので撮影しやすかったですね。はい、でいろんな機材をね用意して撮影しようと思っていたんですが、スマホも用意したりとかね、ドワーフ3とかシースターとかスマート望遠鏡も用意して、 AM5 の上に乗ったシャープスター 130-28HNT 鏡と、そこに APS-C サイズの CMOS カメラ ASI-2600MC Pro などをね用意してスタンバイしていました。もちろんドブソニアもスタンバイしていたんですけれども、結局どれで撮影をしたかというと、このドブソニアンのファインダー台座に乗っている FMA135 が一番ね撮りやすかったです。焦点距離が 135mm と、いろんなね望遠鏡の中でも一番ね広角で撮れると。でそこにウラヌス C というね CMOS カメラを昨日はつけました。それからフィルターをね UV-IR カットフィルターをつけて昨日は撮影しました。そうするとね、ちょっと雲の色が黄色っぽくなるんですけれども、シャープキャップ 4.1 のライブスタックで撮るとね、非常に綺麗な彗星がくっきりと見えてきました。1秒露出でリアルで撮影もできるんですけれども、それだとね雲の中だとねぼやっとしてるんですけれども、そこにライブスタックを始めるとね、かなり彗星の光が次々と積み重なってくっきりと彗星が見えてきましたね。雲の中の通勤者アトラス彗星を見るマジックはこの方法です。追尾についてはね、シンスキャンのアプリを使ってプラネタリウムソフトのステラリウムを連携させて、最初に金星を導入をして、シンスキャンの追尾で中央に来たら次に通勤者アトラス彗星を導入するという方法です。シンスキャンでも導入できるんですが、プラネタリウムソフトのステラリウムを使ってもね導入ができます。どちらでも構わないんですけれども、それで導入をするとね、真ん中に淡い小さな彗星が5時半ちょっと過ぎから見えてきました。6時ぐらいになるとね、ものすごく明るい彗星が見えていましたので、皆さん5時半ぐらいには彗星はもう導入できます。千葉での話ですけどもね、大阪では20分ぐらい後かな、九州では40分ぐらい後かもしれません。ライブスタックの威力すごいですね。雲の中の彗星、ぼやぼやしたものがねスタックして積み重ねるたびにですねくっきりとしてきます。もちろん周りの雲もねかなり明るく映るんですけれども、その雲の隙間から見える彗星が非常に綺麗に見えてましたね。尾もちゃんと見えてました。彗星本体が雲の中に入っても尾だけがね見えてるという状態もありました。通勤者アトラス彗星を一番くっきりと見る方法は、シャープキャップ 4.1 のライブスタックを使った撮影だと思います。スマート望遠鏡でもライブスタックできるんですが、明るいうちにプレートソルビングという星の位置を特定する機能が残念ながらスマート望遠鏡では使えないので、シースターでもね何回かチャレンジしたんですけれども、中央に入ってくれませんでした。薄雲だったっていうこともありますけどね、今日のようにくっきり晴れていればシースターでもね導入できるんじゃないかと思いますが、昨日はねかなり低空に厚い雲があって、その上に薄雲が何本かたなびいていました。でその薄雲の中を通る彗星ぐらいなら、ライブスタックというね彗星の光を取りためる方法を使えばねくっきりと見えてきますので、皆さんチャレンジしてみてください。必要な機材はね、自動導入自動追尾ができる経緯台あるいは赤道儀であれば何でもいいと思います。スカイウォッチャーの AZ-GTI が安いですね。望遠鏡はねこの FMA135 でもいいんですが、皆さんがお持ちの望遠鏡で十分だと思います。昨日はねこれ使ってないんですけれども、ドブソニアン望遠鏡の上に
ファインダー台座に FMA135 が載ってるので常設しているので、いちいちこれをセッティングするのが面倒だっただけなのですが、これで導入をしてました。ドブソニアン望遠鏡でね、この主鏡で撮ればもっとね明るく中心角をクローズアップして撮れるわけですけれども、そうするとね尾がほとんど入らなくなっちゃうので、やはり広角の望遠鏡の方がいいですね。 135mm とか、ドワーフ3はね焦点距離が 150mm ですから、 FMA135 よりもちょっと狭いんですね。それからセンサーサイズがどうしてもね小さいので、そんなに尾がたくさん望遠レンズを使うと入らない。広角レンズはノイズが多いですね。あ、ゲインを下げれば大丈夫だったかもしれませんが、ちょっとそこまでね設定してないんですけれども、 Cスターがね焦点距離 250mm、 ドワーフ3が 150mm、 そして FMA135 が 135mm ですから、この 135mm のね望遠鏡が一番水星の尾を長く捉えるっていう点では良かったですね。それからセンサーサイズがウラヌス C ですから 1.2 分の1インチセンサーで 4K サイズの800万画素で撮れると。一昨日使ったですねネプチューン C2 は 1.8 分の1インチセンサーなどで、ウラヌス C に比べるとね画角がちょっと狭い、フル HD よりもちょっと大きいぐらいですから、やはりねウラヌス C という CMOS カメラの方が広く撮れるのでいいかなと思いました。もちろん APS-C サイズのね ASI-2600MC Pro を使えばねさらに広角に撮れるんですけれども、ファインダー台座を取り替えないと使えないので、昨日はそこまではやってません。はい、まあ尾を長く撮りたい人はセンサーサイズの大きなねカメラを使うといいかもしれませんが、昨日のね撮影で見る限りウラヌス C で十分綺麗に撮れてました。 ZV-E10 でもね一応動画撮影したんですけれども、うっすらとね水星がぼやけた形で写ってました。それからドワーフ3の広角レンズでもねうっすらと水星が写ってました。この FMA135 とウラヌス C を使ったね撮影に比べればはるかに解像度が落ちるっていうか明るさも落ちるので、やはりこのシステムが一番いいかなと思います。 AM5 赤道儀に乗ってるねシャープスター13028 HNT 共同でも撮ろうと思ったんですが、あれこれつなぐのが大変なのでやめました。 Cスターとドワーフ3とそれからドブソニアン望遠鏡を動かすシンスキャンと3つのね Wi-Fi 電波も使ってるので、 ASI Air のね Wi-Fi を受信する、まあステーションモードで使えなくはないんですけれども、そこまでね昨日はセッティングする余裕がなかったのでやりませんでした。まあこれで撮ればねさらに綺麗なもの撮れるかもしれませんが、とりあえずねこの FMA135 で十分ですね。この後ね昨日の雲の中の通知印シャートラス彗星を見てもらいますのでご覧ください。どうぞ。おさむ、中島さん、昔は一人で暗闇探してドライブしていましたが、すみやさんの配信のおかげで共有できる友達、先輩方が見つかったような気がします。すみーさん、ライブスタック始めました。むぐさん、わあ、今夜もすごい。むぐさん、スクショ。サンタさん、北海道オホーツクではどこに見えるかな？ムグさん、写真の画像ね。おさむ、中島さん、綺麗ですね。セイテイサウザーさん、綺麗に撮れてますね。サンタさん、美しい。ムグさん、解像度 2160p まで上げて、パチリ。スミーさん、リセットします。スミーさん、雲に突入します。ムグさん、雲に突っ込む。鈴木孝彦さん、フルサイズなら 200mm くらいで尾がほぼ入る、と思います。セイテイサウザーさん、雲、溶けて。ケイソン、イサオさん、サンタさん、太陽が沈んだ方向ですよ。サンタ
さん、わかりました。スミーさん、雲に突っ込みました。ムグさん、すごいガだわね。なんか大気圏突入、みたいな。サンタ、さん、今からワクワク。オサム、中島さん、C2024S1 アトラス彗星にも期待膨らみますね。ムグさん、スミヤマジックで雲が透けてる。スミーさん、リセットします。スミーさん、雲を突っ切りました。ペコニューさん、こんばんは。スミーさん、ペコニューさん、こんばんは。ムグさん、ペコニューさん、こんばんは。ゴッドタイミング。も、王さん、うわぁ、綺麗。スミーさん、雲から出てきました。塚本めぐみさん、素晴らしい。聖帝サウザーさん、やったー。も、王さん、すみません、今レンズの焦点距離はあんでしょうかね。スミーさん、135mm のフマ135です。スミーさん、カメラはウラヌス C です。今夜もね、千葉県晴れそうな感じですので、10月15日の午後5時半から通知者アトラス彗星ライブを配信したいと思いますので、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい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 、8。今日はどれ使うかな。